明確に悪いことしてるって分かってる統一教会はとりあえずぶっ潰しとこうっていう話ですよね。その明確に悪いことっていうのがその結構国家が決めることというか、いや法律で、普通の別に宗教じゃなくても一般の人がやっても罰せられるようなことをしてるってこと。いやだから組織を挙げてその組織全てが悪いって言い切ってしまっていいのかっていうね。例えばじゃあ、うん、地域にある、まあ、カラオケボックスでもゲームセンターでも、でそこを健全に使ってた人もいるけど、そこが不良の巣窟になってるから潰しちゃいましょうっていうのと一緒なんじゃないですか。同じだけど、それはじゃあそれでいいのかって話だよね。もうしょうがないですよね。